ラリガ・サンタンデール第37節アトレティコ・マドリ対レアル・ソシエダの試合を振り返ります。この動画は試合結果、スタメン、ゲームスタッツ、ピックアッププレイヤーの順に進行します。ピックアッププレイヤーは当チャンネルの寸評と個別スタッツを紹介します。それでは早速試合結果から見ていきましょう。チャンネル登録お願いします。2対1、ホームのアトレティコ・マドリーが勝利しました。ラレアルは負けはしたものの、ラージョがビジャレアルに勝利したため、来季のチャンピオンズリーグ出場が確定しました。正直、シーズン半ばの好調期でも、ビジャレアルに抜かれてしまうと予想していただけに、かなり驚きましたが、久保のチャンピオンズリーグへの挑戦が見れるということで、日本人として素直に喜び、来季の応援もしたいと思います。ラレアルファンの皆様、おめでとうございます。ゴールゲッターはこちら、グリーズマンのシュートはびっくりしましたね。両チームのスタメンを紹介します。両チームともに、特に大きなサプライズはありませんでした。ゴールポゼッションと、ゴール期待値はこちら。まあ、この期待値で2点取ったアトレティコが強かった、と言わざるを得ませんね。そしてシメオネ監督の、久保建英包囲網が完璧にはまっていましたね。この安定感なら、来季のチャンピオンズリーグも期待できそうなほどに、良いチームに仕上がっていました。ラレアルとしては、ガチガチに引いている5バックに対して、崩し方が子に頼る、しかなかったのは来季の課題だと思います。それでは、ゲームスタッツを紹介します。恐ろしいほどに均衡したスタッツですが、決定力が試合を分けた、と言っても良いかもしれません。機械採点はこちら。最後にピックアッププレイヤーを紹介します。まずは、久保建英、71分出場でした。いつも通りサイドに張ってのタスクを担ったが、5バックでスペースを完全に消す相手にはかなり厳しい戦いになった。良い状態でボールを受けることはほぼなかった。今日に関しては、シメオネによってゲームから除外された、と言っても良いだろう。個別スタッツはこちら。続いて、ミケル・オヤルサバル、59分出場でした。2節前は少しコンディションが戻ってきたかと感じたが、今日は身体がかなり重そうだった。得意のボックス内のシュートも逆足とはいえ、大きく外してしまったのは残念だった。この夏休みでコンディションの上昇に専念してほしいところだ。個別スタッツはこちら。最後に、アレクサンダー・スルローと、フル出場で、ワンゴールでした。ガチガチに引かれた前半は見せ場は作れなかったが、60分以降はかなり動きが良くなった。得点時の裏抜けは完璧で、ここを決められるようになったことに成長を感じる。前半から裏抜けのアクションをもっと起こしていれば、展開は変わっていたかもしれない。個別スタッツはこちら。以上、アトレティコ・マドリ対レアル・ソシエダの試合を振り返りました。久保建英の数字としての結果は残りませんでしたが、複数人に囲まれても失うことが少なくなったのはかなり成長したと思います。次節出場があるか不明ですが、2桁得点に向けて頑張ってほしいですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価をお願いします。